皆さんこんにちは、こんばんは。ピア線のキクラゲです。今回は第2弾、ルーレットで決まる色縛りチャレンジをやっていきたいと思います。ルール説明。色が記載されているルーレットを回して止まった色で色縛りアートグラフ制作を2回行っていきたいと思います。アートグラフの制作時間は2分。どの色に止まるのかが重要な企画となっております。前回培ったアートグラフ力を発揮します。ではルーレットスタート。何が止まるのか。レインボーだけは嫌ですね。難しそう。さあ、あ、黒か。黒になりました。黒色のアイテムはたくさんあるので、黒色のアートグラフ制作を行いたいと思います。では用意スタート。洋服が黒っぽくないので、まずは洋服を変えたいですね。黒い洋服、お、こちらでいかがでしょう。はい、では次にアイテムの方を配置していきましょう。背景からいきたいですね。黒、紫かな。黒色、黒色。今30秒らへんですね。黒があれば、お、一番いいのがありました。ちょっと私を拡大して、あとは何を、手に何か乗せてみたいですね。黒い動物はいたかな。あ、黒にゃんこが、今日わかんないかな。黒がわからなくなりそうなので、あ、やっぱり黒は、黒は溶け込みますね、背景に。何かいいのはあるかな。お、鳥居、かっこいい鳥居を私の後ろにして、あ、残り30秒。残りは、あー、缶コーヒーいいです。これがいい、これはすごくいいですね。はい、あとは何かあるかな。背景だと何か載せたい。あ、めちゃくちゃ犬見つけました。これで終わり、時間的に終わりが来そう。はい、完成です。テーマは案内人キクラゲ。ある日、男性が道をとぼとぼ歩いていると、目の前に缶コーヒーを持ったキクラゲが、ありがとう。嬉しそうに缶コーヒーを手に取った男性の目の前に広がるのは、そう、あの世の世界。実はキクラゲは死神で、あの世への案内人になっておりました。後ろに鎌も持っております。黒縛りは成功しましたので、次の色縛りに行ってみましょう。次は何色になるのか。レインボーだけは嫌だ。ではスタート。何が止まるのか。お、これはレインボーにはならないかな。赤か。あ、赤だ。赤色はちょっとホラーなテイストになりそうですが、ちょっぴり怖いアートグラフを作ってみたいと思います。では用意スタート。赤色の洋服があるのかな。赤色、赤色、全身赤ができればいいな。赤、赤、赤。あ、やばい、もう20秒も経ってる。全身赤は、あ、ちょっと黒も混ざっちゃってますけど、この赤色でいこうと思います。そして次が一番重要な背景ですね。赤色、おお、すごいかっこいい、ヒーローみたいな。いや、いいな。あ、わかりましたよ。
アートグラフ完成いたしました。こちらのテーマは生命のつながりになります。この世界が結構ひどい世界でですね、ドラゴンとかを普通に倒しちゃう世界なんですけども、その光景を見ていた勇者キクラゲが、僕の生命力を君にあげよう、自分の生命力をですねこのドラゴンくんに分けようとしているシーンですね。感動的なワンシーンになってしまいましたね。先ほどのアートグラフがちょっと怖いアートグラフでしたので、今回のアートグラフで少し怖さが中和できたのかなと思っております。以上、ルーレットで決まる色縛りチャレンジの第2弾になりました。もしよかったらコメントにアートグラフの感想を記載いただけますと嬉しいです。この動画が面白かったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ピュア線のキクラゲでした。